方立浪監督、点が取れるようなオーダーではない。指揮官は点が取れるようなオーダーではないが、追い越されると淡白になる。この1球を仕留める、見極めることをチームでやっていかないと、ずっと同じような結果になるとがっくり。左翼の応援団席からは気合を入れろのコールも飛び、当たり前のように試合を消化しているようでは、プロの集団として情けない。しっかり受け止めてほしいと選手たちが真摯に受け止めることを望んだ。オーダー組んでるの誰なんや？そのオーダーは誰が作ってんだよ。まったく誰がそんなオーダー組んだんだ。どんなオーダーでも一緒やぜ。まあそれは路地腹やぞ。本当に言ってるのか信じられなくてソース確認してしまったわ。ワイもそう思う。しっかりと受け止めてほしい。受け止めてのはお前だよ。でも点取られなければ負けないよ。立浪が断食すれば頭がはっきりして点を取れるオーダーが浮かんでくると思うよ。2番ユークとかふざけたことしたやつ最低だな。立浪監督が被害かぶってるやんけ。ほんまに言っててくさ。そんなふざけたオーダー一体誰が組んだんだ。試合中と取材の時で別人格なんじゃねえの。言うて石川消されたのはちょっとかわいそうやろ。やけ石に水やけど。受け止めてほしいが他人事でおもろすぎる。なぜ他人事なのか受け止めるべきはお前もなのでは。ひっそりと岡林が3割切ってるの笑えるな。こいつベンチの特等席で解説者でもやってんのか。石川もその前の欠場から大して働いてなかったからな。結局は岡林と細川が連動線と点が入らんのよ。取れるようにしろ。立浪ってマジで休養にならんの？誰がそんなオーダー組んだんだよ。そいつに責任取らせろよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。